ここまでの話は、まあ、実は今までのシュート指導とかっていうのは、まあ、ドリブルの技術も一対一の技術も何か工夫を足していく作業なんですね。どんな技術もこういう技をやってから抜いてみようとか、こういうフェイクを入れてから抜いてみようとか、ドリブルもなんかこう技を増やすこととか、工夫を足していくことが技術的な進歩なので、いろんな技術はそういうふうに捉えられていて、シュートももっと膝を使うこととか、テクニックをスナップすることとかっていう手法についてこうどんどん足していく感じで、工夫を足していく感じで技術を捉えてたんですけど、実際にはシュートっていうのは一対一とかドリブルの技みたいに相手に対応すべきものは、やっぱりその技術はこう 広がりを見せていく方が、できることが増えていった方が対応が増えるんですけど、シュートはいろいろしない方がいいんですよ。逆に曲がらない方がいいわけで、ずれない方がいいわけなんで、いかに制限していくかなんです。自由を制限していくか、余計なことをしなくしていくことがシュートは精度を上げていくことで、そうするとシュートの技術に関してもいろんな工夫をさせていくっていうんじゃなくて、余計なことをしちゃってるものを削っていくっていう作業の方がシュートの技術に関しては成長させやすい、進歩がより早い、成果を上げやすい、いい指導方法になるなと感じてます。